出てきています出てきています。ああ、まんま、すみませんすみません、めっちゃ可愛いですよね、はい、ですよね。ヘマトキケです。チャイです。人間だー、ヒケダブンです。お願いします。お願いします。はい、今日の企画はやれちゃう女子大生ナンバー。これダメだって。フェミニストさんは私に叩かれちゃうよ。いや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 、何をおっしゃるのですか。私たちはフェミニスト集団ですよ。忘れましたか。いい、じゃあ帽子かぶりなよ。いやいやいや、やれる人がいいってこれ。別にフェミニスト帽子かぶっていいなよ。ちゃんとやれちゃうっていうのは、そのできる女とか。いやいやいや、普通にできる女。おい、いや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 、でもですね、聞いてください。行きましょうか。まず、いつですか、2年前かなんかに、なんかの雑誌でやれる女子大生ランキングみたいな発表されたんですよ、うん、第5位みたいな。そう、で、大炎上したんですよね、うん、よくない、そんなのはダメですよと。普通にそれダメでしょ。そのね、汚名を受けた大学を違うよということを言いたいんですよ。あ、それを検証するってことか。そう、やれないよ別に。ですけど、いや、余計なお世話や。検証どうやって。まあだから、まあ、あのナンパをね、まあ、するんですけれども、うん、まあナンパいっぱい引っかかった方が、まあ、やれるっていう印象を受けちゃうんです。でもそんなことないよっていうのを検証するために、いっぱいナンパして、ね、ほらほら引っかからないでしょ、ほら本音ナンパされないでしょっていうのを検証するっていう。まあ俺はじゃあいつも通りやればいいと。そう、元気はいつも通りやって、まあということで、そうですね、まあ何でしたっけ、第1位のね、まあ、名前出しません。まあ気になったら調べて。名前はもうなりませんけど、今日はそれを実践していこうということで。実践していきましょう。言ってないよ。寒い。ちょっと。何か。いいですか。何？いやー、合わせてきましたね、チャイユさん。ホワイトの日に、うん、ホワイトネイル。いや、たまたまうちが先やから。うちが昨日本当先にネイルしたから。そしたら今日雪が降って。雪がうちに合わせてきたの。かわいい。ということで、今日はやってまいりました、ある大学に。そうですね、ちょっとあんまり人がいない、いないですね。いや、本当にさ、ちょっと見渡してください。全然ナンパしようと思ったけど、本当にいやしないんだよ。まあどうしようね。ちょっと渋谷の方に歩きつつ、多分通る女性がいるんで、大学生っぽい人をね、はい、やっていきたいと思います、はい、まあちょっとね、白っていい色だから、はい、ナンパにとって。雪は好条件ですよ。あ、そうなんやね。はい、成功率も上がると。上がります上がります。じゃあ楽しみですね今日は。はい、もうだからその溶けちゃうと思う、うん、心が、女の子、俺の熱さで。おはようございます。おはようございます。今日はですね、本当はですね、2位の大学の、うん、周辺でちょっといろいろやろうかなと思ったんですけ ど、まだ1月なので、うん、始まってなかったりするんですよ。あ、やっぱそうだね。そうそうそう、今日はだからもう人間さんの1日に密着しようかなと思ってまして。もうまたー。前はフェイクの1日だったじゃないですか。一日ね、つまんねえぞ。いや、ほんとリアルをお届けして、で今だから編集してらっしゃいましたね。で、あのこれ変態 T シャツね、発送するやつ。やめてよ。今これ何、3個今日は発送するんですね。やめてよ。いやいやいや、リアルをお届けしようって。裏側は俺映したくないぞ。映してやってきてるな。今日はそんな感じで、あのこっちのチャンネルを回していきますので、よろしくお願いします。ちょっとちょっと、何してるんですか。ですか。某大学ですね、某女子大の方がですね、そのさっき、まあ、オープニング見てもらったら分かるんですけど、人が本当に周りにいなさすぎたと、うん、いうことで、ちょっとね、そこのこっちに女子があるんですけど、そこからまあ徒歩、まあ、数分のカフェにやってまいりました、うん、で、ここにここで結構通ってる子がいるんで、まあね、通るね、女子大生が。ちょいちょい。だからその子たちが某女子大学生なのではないかということで、ここでナンパをしていただこうかなと思います。なるほど。はい。どうですか、意気込みの方は。まあだから、で左曲がればホテルがあるってことですか。これはね、これはお名返上企画ですよね。ああ、そうです、ね。そのホテルとか行っちゃダメですよ。お名返上企画なの。もちろんもちろん。はい、お、来た。すみません、すみません。あのこっちに女子大学ですか。あ、間違えた。こっちに大学ありますか。大学あります。大学生ですか。違います。あ、そうなんだ。オッケー。
あ、すみません、すみません。あの、いきなりあれなんですけど、雪の白さが似合ってますっていう。あ、すみません、すみません。あの、あれですか、こっち大学あります？大学。あ、大学生ですか？大学生。高校生。あ、中学生ですか？あ、ありがとうございます。まあよかった。さっきね、その1日を取るっていう話だったじゃないですか、リアルを。あ、まあなんで、うん、ちょっと心配なんでしょ、それは。あ、そうね、そうじゃん、心配、俺も心配だもん、地味すぎるからね。だから分かったわ、あの、あれをあげます。人間のじゃあ理想バージョンを、じゃあ取らせてあげるんで、うん、ちょっと準備してもらっていいですか、それ。よし、そんなんいっぱいある。はい、 OK です。やろうやろう。編集してくれるんだ。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。編集中です。すいません、申し訳ないです。どうした？いやいやいや、今日はちょっと人間さんのね、一日に密着しようかなと思って。言ってよ。あ、ごめんなさい。お前、味噌それなんや。あ、それが普段の感じの。普段。あ、ありがとうございます。それ普段。ちょっともう予想外すぎて画角間に合わんかったら、最初見切れでスタートしてますから。びっくりしたから。あ、ありがとうございます。じゃあこの感じで、はい、やっていきましょう。いつもこれで。あー、本当ですか。いつもこの感じです、はい、ありがとうございます。いいよ、お茶、お茶目、お茶目だね。こんな遊び方してキモいって。お茶目だね。撮ってたんかい。雪で遊ばないでもらっていい？そのはしゃがないで。いやいや、これ絶対、いやいや、これ聞いて、これガチでナンパ成功します、うん、この雪玉で。あ、これナンパ使うの？そうそうそう。あ、来た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 。これは今某大学に向かってる女性を見つけました。あ、すいません、すいません、あの、いけないんですけど、雪合戦しませんか、俺と。じゃあ最後に、最後に僕からの気持ちで。あげます。俺、それで手冷えると思うんですけど、俺のここハートで熱くします。ちょっと貸しておきます。 ありがとうございます。これと交換でこれあげるんで、ラインください。何やってんだよ。こっちか。あ、こっちかも来た。あ、すいません、すいません。おお、めっちゃおしゃれですね。あの、こっちって大学ありますね。あっちが青学生ですか。めっちゃ可愛いですね、傘。あの、わかるんですよ、雪ですね、ホワイトクリスマス。あの、めちゃくちゃ可愛いと思ったんで、あの、もう行かなきゃいけないんですけど、どうですか、このホワイトクリスマスに免じて。可愛いですね、さすが雪データということで、楽しんでください。サンキューです。いやー、いいですね、硬いっすね、ここら辺通る女子大生たち。いいね、男優初めて女性目線みたいな発言をいただいて、俺、僕は嬉しいですよ。いい、そういうの欲しい、ちょうだいちょうだい。彼氏がいるからちゃんと断って、だからもう察知したんですね、元気さんが連絡先を聞いてくれて察知して、あ、私彼氏いるねって言ったってことでしょ。だから素晴らしい、こういう硬い女性も世の中にいるってことですよ、本当に素晴らしい。そりゃそうですよ、俺大好きです。でも話は聞くじゃないですか、ちゃんと元気さんの。だから心の余裕がすごくありますね。ちょっと不自然やめてくれない。いやいやいや、とっても素晴らしい女性だ。いつもそんなこと言う。いつもそんなこと言ってないの。いやいや、もう今日はもう私は女性代表としても本当にそういう目線で喋らせていただく。なるほどね、はい、なるほど。やりまっちゃん言う対ナンパスってことね。最低か、やりまっちゃんねえよ。はい、ということですね、やっぱり人間さんの日常、はい、ご飯から始まるっていうことですね。今日は、はいはい、ちょっとホットドッグ。おー、すごいね、ポテトでね。はい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 、まあ普通ですよね、やっぱりね。してほしくないんだよな、これは。もう、そう、でもリアルをね、届けたいっていうのがうちのコンセプト、サブちゃんのコンセプトでありますから。リアル届けたくないんだよ。いやいやいや、食べていいですよ、どうぞどうぞ。いいな、食べて、もちろん美味しそうですね、でもそれが、すごい美味しそう。
普通でしょ。普通やな。やり。あれ、人間さんが。これ。こっちか。え。ラミー。ラミー。ラミー。どういうこと。すいません、あのあれですか、これはサンタさんが暮らしてるんですか。ん、雪はあのなんかすごい雪のホワイトに似合うなと思って声かけちゃいました。はい、わかるんですよ、怪しいのは分かってるんですけど、僕も今から雪の中でランニングしに行こうと思ったんですけど、本当に風邪ひかないように、はい、そうですね、お姉さんも風邪ひかないで、はい、あれですか、あれ仕事帰り、仕事帰り、あ、仕事帰り、なるほどなるほど、じゃあもう行くんで、はい、お姉さんめっちゃ綺麗なんで、はい、ありがとうございます。あの今度カフェでも行きませんか。はい、行ってらっしゃい。風邪ひかないよね。あ、今度一緒に行きませんか。うん、また今度で。ありがとうございます。いや、今の方は女子大生なんですか。いや、絶対違う、ね、違いますね、話でもいい女性でしたね。まあ、でも元女子大生って可能性はあるからね。元女子大生、元某女子大生って可能性ありますから、まあ、すごいお堅くて良かったんじゃないですか。僕の見解を話しましょうか。あ、どうぞ。彼女は、はい、元女子大生。あら、まあ、確かにさ、お人やかがあったもんな。でもだからお堅いってことですよね。しっかりしてましたよね。今日なんかちゃいいですね。ちょっと上品に口が回るようになって、なんか、いや、もちろんもちろん汚さがないですね。いや、いつも上品ですよ。すいません、すいません、あのごめんなさい、急に止めちゃって、あのいきなりこんなあれなんですけど、めちゃくちゃタイプです。あれですか、仕事帰りかなんかですか。ちなみに女子大出身ですかって。いや、めっちゃ綺麗だと思ったんですけど、ちなみに女子大出身ですか。日本の大学ですか。海外。海外の。なるほどなるほど。ちなみに女子大出身っていい、どういう思うんやろ。どういう質問。実際怖いよね、突然さ、ナンパされてさ、すみません、あの ちなみに女子大出身ですかと聞かれたら、女子大狩りの男みたいになりますからね。ということで、はい、人間さんの日常ラスト、今日は TikTok 撮影ということで、これは普通に撮影予定だった。本当にね、本当にそうね。で、今日せいくんカメラマンです。ありがとう。はい、本当にね、1年間ずっとね、やってくれてるから、元気が取らないって言うからね。自分のは取れっていうくせに取らないからね、あいつは。子供見てる。どこに逃げてる。来んなって、こっち。おい、こっち来んな。さっきの骨骨系。首とか入ってないな。本当に痛そうや。ああ、これが日常、あなたの日常ですか。ちょっと回ってる回ってる回ってます。回ってる、やばいって、やばいの、やばい、見てこっち見て、やばい。おお、でも本当に見て、足も見て、ほら、今思ってる雪がやばすぎて、ちょっと寒い、やばいね。テンション上がってるんですか。テンション上がってるし、寒い。突然のサプライズですね。ちょっと撮影方式が大変になって困ってます今。まあね、カメラも濡れちゃう感じですか。そうなんだよ、だからこれ見て、こうなっちゃうよね。だからカメラは濡れないように、あ、傘が、守りながら撮らなきゃいけないんだけど、はいはい、どうする。なるほど。とりあえず今、その女子の近くに移動してます。まあ、そうですね。声ちっちゃいです、大丈夫ですか。声ちっちゃいです、元気さん。寒いからって、声張ってください。というわけで、はい、某女子大学の近くにやってきました。戻ってきましたね。はい、やってまいりました。ここで最後にね、仕掛けに行きたいと思います。なんせですね、ここから距
今日はもう休校なのかなってぐらい誰も人がいないんですよ本当に。だから女性が一人でもパッて出てきたらもうその人すみません連絡先教えてくださいってしてもう検証しましょう。もうしっかり検証、最終検証。どうしたどうしたどうやってナンパしてますか。今そこから出てきています、出てきています。あ、3分すみません、すみません。青学ってどっちにあるんですかね。あ、こっちなんですね。はい、すみません。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ですよね。はい、ですよね。バイトなんで。あ、じゃあ、僕は青学の友達いるんで、ぜひ今度 LINE 交換しませんか。今度。間違えた。あ、来た来た、またもう一人来た。もう一人来た。すいません、来ました、来ました、来ました。よし、頑張って。すいません。すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、急に止めて。そんなんいきなりなんですけど、めっちゃ可愛い。はい。めっちゃ可愛い、すいません、ちょっと。家だったら無視してくれてもいいんで、LINE 教えてくれませんか。はい、言われたことないか。どうする、そうですよね。いいですか。ええいいですか、もう。はい、行きました、はい、行きました。なんで、はい、一緒に行きますか、じゃあ。大学生ですか。そうです。今日授業だったんですか。いや、ちょっと今からカフェでも行きますか、あーちゃん。寒いので帰る。まあ帰りますよね。何だ聞いてもいいですか、じゃあ。本当にいたんすか。本当ですよ。はい、ぜひ。QR 出すんで。うわー、交換できてしまった。交換できてしまった。おーい。できるんかーい。はい、ということで。ちょっと交換できちゃったよこれ。まあ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 。でもなんか会話がさ、なんか本当に女子大生っぽい感じだったよね最後の。本当になんか女子校かもね。多分女子校出身からの女子大なんじゃない。男の人に慣れてなさそうな感じだったと思います。可愛らしかったです。うん、その話っていうかその話し方とかいろいろ見る限り全然そんなね、そんな風な大学には見えなかったですよ私割には。今回検証して思ったのは、まあ、まあ関係ないですよ。関係ない。もうあんな最低なランキング言いますでもう消えちまえってことですね。じゃああんな最低ランキング熱くなってますね本当に、まあまあ、何の雑誌か知りませんけれどもね私は。びっくりしてますよ。良くないですよねあんなの。本当にもちろん良くない、まあ、いいですよ。ほら大好きな、もう終わりなので大好きで雪合戦してください。雪積もってるんで、ほらほらほら雪遊びしたいでしょ。うわこれ本当にね、いけいけ、ほら楽しそう、ほらほら、うわうちっやばいって、うわ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 、ちょっとやめなさい、あんた、ほらうわー、はいんぐです。はい、やれる女子大生。あんまり言わないその言葉を。やれない女子大生。あそれも確かめていいかい。どうでしたかっていう気になる。やれんかった。そういうきっかけじゃなかった。だから最初ナンパ断られに行こうってやつだったんです。そう検証できた、ね、ほぼ。いやで、うん、まあ、で交換できちゃったんですよ。一人ラストに綺麗にってことはない。まあ、でも関係なくても交換できることあるじゃん。そうなんですよ。別にナンパこねオッケーする女の人がイコールでそうっていうことで、素敵な女性、まあ、ピュアそうだったんで、だからそんな感じじゃないと思います。本当にそういう1位になるような役ではなかったと思います。感じました。そうチャイがそう感じたらそういうことです。そう絶対そう、あ本当そうだからね。気をつけてねみんな、本当に侮らないで女性ってことでしょ。まあ、こうやってね僕たちは女性の自由、男女平等を盛り上げていくチャンネルにして今後も頑張っていこうと思います。いつからそのチャンネル登録で女性大好き、女性の地位上げたいっていう人はぜひいいね、チャンネル登録よろしくって思います。押してくれる人おるんか。お願いします。それそういいねが少ないってことはそういうことで、あ、強制的にやするわけだ。そう大丈夫です。重い重いなんかさ、重かったっけ。すごい思い通すが、なんか夜だからね、思想が出て、思想が思想が出てきてる。これ本当に喋ってるわけないからね、今もう大丈夫、みんな頭回ってないじゃん。大好き、で俺は止まってる。女性大好き、イエーイ。いや、バカだおー、チャンネル登録してほしいよ。いいよ。Have a nice day。
音程があったと。それはちょっとまあまあ悪くないんじゃない。音程があったと。何も喋らんやん。音程やばいかも。